アダマイトは、非酸塩鉱物の一種で、組成は、ZN2。名前は、フランスの鉱物学者、ジルベール・アダムに由来する。写法象形に属する。色は主に、黄色、緑色で、稀に紫色や、無色のものを算する。上根色は白、または薄い緑。比重 4.4, 高度3.5。ルミネセンスの性質を有する。 クリーム色のものはレモンイエロー色に発酵する。しかしそれに熱を加えると発酵しなくなってしまう。微量なコバルトを含むピンク色や紫色のもの、銅を含む青色や緑色のものはそれらの元素が発酵を妨げるため傾向を示さない。多くは苦弱石や崩壊石と共に生成される。メキシコやギリシャ、フランスが産地として有名。 最初に発見されたのはチリである。日本では宮崎県のトロク鉱山や三立鉱山などでわずかに取れた。また、メキシコではドゥランゴ州のオハエラ鉱山で各種のアダム鉱が取れる。アメリカではネバダ州、カリフォルニア州で取れる。アダマイットの亜炎が銅に置き換わるとオリーブ銅鉱に2価、マンガンイオンに置き換わるとイブイシとなる。また、 アダマイトの悲惨がリン酸に置き換わるとターブト石となる。ありがとうございます。